あのいやもうなんてどれだけの応援をしてくれたんだろうって思ったら本当に感謝しかないなと思ってたくさんたくさんねどうなるかわからないゲームだったのにもかかわらず信じてたくさん応援してくれて本当にありがとうみおちゃんのおかげだよ本当にありがとうねもうあのー。 愛が溢れすぎていてちょっとゆっくりお礼させてくださいありがとうみおちゃんきょんこあなた豆腐苦手よね豆腐苦手本当に苦手であの冷ややっことかもありえないっていうくらいのレベルにあのー、嫌いなんですけど あのちょっとね食べ物に気をつけようってことでダイエットもしてるのであの今イソフラボンを取らないとと思って大豆あの豆腐が必要だなと思ったんですよそうそうで夜ご飯だしで唯一私最近ハマっててセブンイレブンの豆腐バーっていうやつにハマっててあれあれねあのお豆腐なら食べれるの。 えちょっと食べてほしいあれ美味しいんですよそうだからあのー、豆腐バーを食べた <laughs> 昨日見れなかったので起きてあ起きててくれたんだきょんこありがとうね遅いのに波動もツイートありがとうしてくれて嬉しかったよ甘酒波動お疲れありがとうお疲れ様甘酒も イモチ甘いもっちだまやばい甘いもっちありがとうね、応援してくれて嬉しかったよで、生いかチーム応援してくてありがとういもっち蝶のようにマイカ、まいか蜂のように、まいまいかどういうこと蜂のようにうまいまい、あ、うまいまいかお <laughs> 上手ってことありがとう褒めてくれたいやおみみさんこんばんざいチラリ あっいい、これかわいいね、アバター。こんばんは。応援できなくてごめんね。えー、全然全然。ありがとう。応援しようとしてくれたのかな。うれしい。気持ちだけもらいました。ありがとう。甘酒。 あ、はるくまさんだ。ごめんなさい。ねえ、本当にありがとう。はるくまさん。あの、お疲れさん、き方かっこよくてまたね。ね本当に嬉しかった。もう本当にありがとう。あの、たくさん応援してくれたはるくまさんのおかげだよ。本当に。本当にありがとう。嬉しかった。もうあの、ゆっくりお礼させてください。本当にありがとうございました。今日は本当にありがとう。 うん,んとう嬉しくてもう感謝しかなくてこんなに応援してくれてるのに返せなくてごめんねの気持ちだけどもあの日々の活動で絶対絶対感謝を伝えていくので本当にありがとうもう大好きみおちゃんはるくまさんありがとうあと3位までに入ってないけどあの少しでも応援してくれた方本当にありがとうございました嬉しかったよ J.P. さんだ、こんばんはい、こんばんは、こんばんは J.P. さん、豆乳は、あ、豆乳か、豆乳はあの味がついてるやつあるじゃん、なんかさ、あの抹茶とかさ、あの紅茶とか、あの豆乳ならね好きだよ、あれの私メロンが好きで。 え気持ち悪いって思う人いるかもしれないんですけど豆乳のメロンめちゃめちゃ美味しいからねぜひ <laughs> 飲んでくださいみんなあれ美味しいんだよね意外と豆乳はねいけるかも <laughs> えキきょんこ豆乳とか飲める <laughs> 結構さ豆乳嫌いな人多くないスミちゃんどうもいくかあすみちゃんのこんばんざい。 この前髪型があの変わったって言ったイメチェンしたスミちゃん。ごめんなさい。ミオ <laughs> ちゃん頑張ってるマイカちゃん見て応援してよかったって気持ち。ええー、ありがとう。本当にありがとう。なんか大丈夫だったお母さんとかね。今、多分あれでれそう。大変だよね。ありがとう。本当にもう。 もう本当にこのありがとうってうありきたりのことになってしまってすごくすごくあの安い言葉に聞こえてしまうかもしれないんですけどもう本当に感謝しててもう本当にありがとうもうなんか本当に大切だと思った改めてみおちゃんのことをちょっとゆっくりお礼するからちょっと待っててもう大好き本当にたくさんツイートもしてくれてありがとう <laughs>。 あとスクショしてたでしょなんかウォーミングアップストレッチ <laughs> 私あれ何してんの <laughs> ラプターさんこんばんはいかわいいありがとうもんちゃん15日うんうん1部2部一応予約しといて当日2部からしか参加できなくなっても大丈夫ああそういうこと当日になんないとわからないのかえ大丈夫だよそれでも あのワンちゃん予約でも全然大丈夫だよなんかその「もし行けなくなったよ」うの時にねあのー、リップとかで教えてくれればわかるしあの私が把握できてたら大丈夫だから「えワンちゃん会える? <laughs> えー」え嬉しいやった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 両方会えますように <laughs> 会いたいな ラプターさんかわいいありがとう嬉しいいつもかわいいって言ってくれてありがとうございますきょんこ米読まれると焦るよねえっそう焦った <laughs> 確かにあのさいきなり自分のやつ読まれるとさ「<laughs> 焦るよねあーってなるありがとうきょんこもツイートしてくれて嬉しかった 今日も美しいいありがとうございます今日はちょっとラジオでちょっとだけやりますマイカちゃんが前に豆腐バー食べたみたいなの言っててその翌日に食べたけどしの口にはまだ早くあっやっぱそうなんだ食べてくれたんだ豆腐バー <laughs> まだ早かったえそうそうあのね嫌な人は嫌かもしれないんだけど私はお豆腐が本当に嫌いだからなんかあっ あのお豆腐唯一食べれるお豆腐で <laughs> そうそう私を大豆を摂取するにはあれしかないと思ってそっかみおちゃんあんま好きじゃなかった <laughs> そうだよね豆腐はねなんかさ2種類あるのかなあの味も2種類あるんだけど違くてそれとなんかね最近出たねあのねなんだっけな あのー、ライザップのやつなのかな豆腐バーがもう一種類出たんだけどそれ食べたんですよなんかパサパサしてる方となんと練ってある方最近出たああねそれ最近出た方食べたらねなんか不思議な味すぎてね無理だった <laughs> だけどあの和風だし醤油みたいな味のお豆腐バーはすごく美味しいの。 そっかちゃんあんま好きじゃなかったのかラタイムさんマイカさんの運動神経には驚かされえありがとうそうなんかみんなツイートしてくれててさ嬉しかった <laughs> 運動神経がいいのかもしれませんすごく気になってることがあるんだけどあのセンスどうなっあのセンスねまだ私のおにあるから明日レッスンに持ってってみるね誰のなんだろう何だっけ風神雷神 <laughs> 謎なセンス「いもっち」チーム戦だったからうんうん島田さんとまヨまヨにパラメータアップしてもらおうとしたら島田さんの3位になっ、ね、思ったそうだよね <laughs> ありがとういもっち多分私の方もねたくさん応援してくれたんだよねいもっちのおかげだありがとうねたくさん本当に。 豆乳のバニラアイス好きあーそれおいしいよねなんかさよくそう豆乳ソフトみたいなのとこ売ってるよねえお、ー、いしいよね豆乳飲めるよあ飲めるんだえきょんこ豆乳いっぱい飲んだらさ肌白くなるよ <laughs> 肌白くなるよボイスチェキってチェキに QR ついてるって聞いた ああれそうなんだなんかねボイス録音したんだけどどういう仕組みか分からなかったからよくあのとりあえず喋った <laughs> 豆乳苦手だけど豆乳コーヒーは好きあー豆乳ねなんかえソイって豆乳ソイラテとかよく飲むんだけど豆乳なのかボイスチェキって誰のボイス入ってるんだろうんあその自分の応援したメンバーの ボイスだだよトムだこんばんばはお嬢様ビキビ動ハハハなんかみんなに私動けないと思われてるらしいだからすごいびっくりなのかめちゃめちゃみんなツイートしてくれてて嬉しかった <laughs> ありがとういっぱい動いた今日見てくれたんだありがとうトム <laughs> マイカちゃんのありがとうの言葉だけ勉強頑張るえー、もう本当にありがとうねもうミオちゃんがもう本当に言ってくれても私は良かったって思ってもう幸せだと思うよねこういう時に特にさなんか特にこんなに愛されてるんだなっていうのをすごく感じて今日もうん、私はそれ以上のものを返していかない ればいけないって強く思いました本当にちみおちゃんが3位でよかったかとやきいもは D1 でランクインするえそうだよねありがとういもっち1位だったもんねたくさん応援ありがとうだよいもちのおかげ15日2分だけにして16日も行こうかな作戦も考えてるから16日の情報まだあ,あそういうことかもんちゃん2日間会えたらめちゃめちゃ嬉しいけどね 本当わわその作戦超賛成します <laughs> そう16日まだってなるよねあっあせきちこんばんざいカウントありがとうゆうきおっつ避けてるよけてるマイクさんすごくありがとうゆうきこんばんざいツイートしてくれたでしょさっき嬉しかったよ見てくれたんだありがとう そう頑張ってね逃げたらねめちゃめちゃみんなにびっくりされてねいっぱい笑われたよ今日 <laughs> キョンコは毎日飲むそうだよ白くなれるでもね白くなっちゃったらキョンコじゃないから今のままが好き <laughs> カイトこんばんじんありがとう波動使えそうめっちゃ活躍してるありがとう嬉しい <laughs> ありがとういっぱい逃げた でもみんなのおかげほんとに。りょうへいさんこんばんざいちらこんばんざい。ちょっと今日15分にするね。牛くんこんばんざい。すごい会議能力。今動画見てますえー、ありがとう牛くんほんと回能力めちゃめちゃ頑張った。<laughs> もんちゃん豆乳って飲むとなんとあやんが大きくなるのってほんとですかそんなこと聞くな。あ豆乳飲むと胸が大きくなるっていうやつ えそれ本当にわからないんだけどさどうなんだろう人によるのかな <laughs> どうなんだろうね全然わかんない検証してみようかな <laughs> クイックに動くマイカさん素敵ええー、ありがとう嬉しいなんかそうやって言ってくれる人多くて今回そこに着目してくれてすごく嬉しいですなんかね1回バンザイジャパンでさ あのタイ何運動会体育祭やりたい <laughs> 波動のアンケートにバンジージャパンのチャンピオンとマイカちゃんチームが見たいって書いたえ嬉しい甘崎ありがとうそうだねやってみたいそしたらめちゃめちゃ甘酒応援してくれそうマイカがたくさんスポーツケーキあるなあると思ってないんやなみんそうなんだよね私ね実はねあんま ね、キャラ的にも言いたくないんですけど足がねあのめちゃめちゃ速かったんですよ <laughs> そしてあのー、長距離とかすっごい得意だったんですよ <laughs> あの本当に本当に意外と思われるかもしれないしあんまり言わないようにしてたんだけどねあの運動神経はいいと思います <laughs> <laughs> なんかキャラと違っちゃうしなんかびっくりされちゃうからあんま言ってなかったけどそうだね本当に陸上とかやってたくらいだから走るのとかすっごい好き春隈さん今回のイベントにうんうんラメーター同じなる優勝ちゃんと思うくらい強いチームだね、本当に強かったもう本当にさ あのジュリアさんとあゆみさんも強かったけどあ強かったけどじゃない強かったしでもレナさんとなったからなんかそれに5点も立ち向かえたのがすごくもう本当にみんなのおかげ応援してくれたね春隈さんとか本当にありがとう春隈さんが応援してくれたからこそのポイントだったからなんか本当にそれによってレナさんともあのー、ね 仲が悪かったとかじゃないけどあの今回をきっかけにまた距離も縮まったと思うしなんかすごく良かったなって思いましたありがとうねたくさん本当に応援してくれていやこんなにパラメーターがアップできると思わなかった急に好きとかやめてよてんてんてんラブー <laughs> ラブーキョウちゃん 自分はチャンオののボイスなのかあそうだよそうそうそうその課金してくださったメンバーのボイスになりますそして池袋でライブって珍しいそうサウンドピースさんねすごいいい感じの会場だし好きなのであとねすごいめちゃめちゃめちゃレアポジちょっと来てって思うセンターがあるから来てください それ言うならジュリマイカが見たいあそれめっちゃ見たいかもってやってみたいかも足速いマイカールそうめっちゃ絶対信じられないって言われるしあのキャラも崩壊すると思って言わなかったけどあの多分私絶対速いと思うバンザイジャパンの中でもわかんない 過度な自信 <laughs> あでも絶対長距離だったら絶対絶対に1位になれると思う万歳ジャパンでも絶対自信あるもん一回長距離走したい永遠に走ってられる私アック先生決勝4チームの密かな推しチームだったねちょっとだけ課金したのはねえー、ありがとうアック先生本当ですか わーありがとうございます本当ありがとううう嬉しい、えー、泣い泣ちゃうねありがとう本当にそう少しでも応援超えてしてくださった方がいるって思うと、ね、もちろんランキングに入ってくださった方も神のような存在ででもそれに入ってないけどきっと応援してくださったアッコ先生たちみたいな 勝てなくてごめんねーだけどでもあのすごい頑張ったしみんなともなんか結束力とか絆とかも深まったなって思う本当にありがとう。 ハゲキングアスリート <laughs> アスリートモンちゃん波動の時みたいに可憐にマイカ様に避けられないようにオタク頑張ります <laughs> よえこれ避けるって読む避けないよなんでモンちゃん避けないし両手を広げておいでってするメイマイカのコミもいつか見てるあメイさんねメイさんやってみたいねメイさんと一緒に 今度俺とババレレしてくれーーボールえ私バレーボールはあのねバレーボール部だったんだけどね球技には向いてなかったの <laughs> えキョンコとバレえキョンコうまそう <laughs> ピョンって飛びそうアックセルさんのさと速さの球数のエナジーボールをよけていくマイカさんただ者さ <laughs> ただ者じゃなかったよマイ えそうなんかねとりあえず逃げようと思ったんですけどやっぱその分あの動いてるから上下にも動いてるから命中率が全然定まらなくて課題だなと思ったすごい向上心を持ち始めちゃったえありがとう見ていてくれてそこも注目してそう嬉しいありがとうございますマイカとビーチバレービーチバレーはしたことないな楽しそうだね ゆきりちゃんお疲れ様ですこんばんはゆきりちゃんありがとうピアノが弾けて運動もできて可愛くてお嬢様でポワンポワンしててパラメーターだ <laughs> それめちゃめちゃトムが褒めてくれてありがとうえ全然だよそんななんかツば抜きでできるとかじゃないけどさ一応いろいろやってたねなんかいろいろやってたテニスとかやったことあるし 陸上部もやったこととああるしあとなんだエアロビックやったことあるしバレーボールやってたしあと意外と好きなのがハンドボール好きだった <laughs> もうこれもさ絶対イメージがさ絶対みんな湧かないと思うえ運動できるのって絶対思うでしょみんなさんやっぱ見た目や 質がイメージと違うのかなえそうそう絶対運動できないってねみんなに思われてるなと思ってえでも絶対私長距離走を走ったらバンズジパンの中で一番になれる自信あるもん絶対なれると思う <laughs> いつもさ学年でさあのー、上の方だった「明日のライブもファイト」えー ありがとう。あく先生、明日明日いる？出演時間が1時間遅いか、対戦効果が必要かあ、そっか。忘れ,れなかったのか。そうだよね。結構ギリギリに出るから毎回えー、残念。そっか。じゃ、またの機会に。<laughs> またあの明日のポジションできるように頑張ろう。ちょっと待って。 で、この写真のつってね。食べ物がめちゃめちゃ美味しそうえでしょ。牛くんえ、これ、私ねめっちゃ好きなお店のめちゃめちゃ好きなサラダなんですよ。シー,シーフードサラダですっごい大きいの？貝殻に入ってるんだよ。キャンこ攻めのジュリエット守りのマイカあ、そうやね。守りかも私。私でもジュリアさんすごい性格にさ。あの投げててすごいなと思った。 今日ジュリアさんにねあんた避けすぎって言われた全然当たんないって言われてちょっと嬉しかったマイカと長距離してみ長距離ええー、私長距離走ねえい走れちゃうよみおちゃんほいさまありがとうボクサーみたいに置け方にはしボクサー <laughs> そこから明日のライブのギャップ楽しみええー、ありがとう春川さん明日いるわそれはレスもう爆レスをお届けしなきゃ みよちゃんありがとうホエイさんもたくさんマイカさんは春乃さんのアホコンビを見てみたい曲は当然てんてんてわらわら何曲は当然長距離そう2周で諦めたにえそうなのマイカちゃん見習いますえー、みよちゃん可愛い,いすごい女子って感じだね。 えかわいい。でも長距離って疲れちゃうよね。なんか私はもう、なんだろう、負けず嫌いだから、もう絶対負けないと思って、疲れても、も負けず嫌いが勝っちゃってたかもしれない。<laughs> 体力というよりも。うん。両平丹波ラ、ありがとう。嬉しい。ありがとう。アク先生、10は全然少なかったけど、うイいとが応援してたから、ギュッとの。 履歴もアーカイ残ればいいなえ。そうそう、そう、めちゃめちゃ見たいなと思って。エイもありがとう。その気持ちがすごく嬉しい。アーク先生ありがとう。あれ <laughs> もちょびっと投げた。課金えありがとう。もんちゃん嬉しい。応援ありがとう。本当にもうみんなの。本当にあのー、少しでも本当に1回でも応援してくれた方も本当にみんなのおかげなのでありがとう。 バドミントンやってたんで。超超よ！何これ？超超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 力これ何だよな。自信あります。そうだよね。きょんこ絶対バドミントンとかさ。の人ってさ。なんか結構飛びながらさ打ったりするからなんかバレーボールとか上手そうだなと思う。 名古屋の手のひろぎタグのお迎えかよし行こうえ来て来てもーちゃん2日間だよ波動の応援者の話をしたくなったらちゃんチケットとえいもーちゃんありがとう嬉しい明日お話しよたくさんは神様だいもーち神様だありがとうみおちゃんまだありがとういっぱいじゃあそろそろちょっと配信終わりますね 球技苦手とか言うけどボーリング上手かったねえ私あれ上手かった嘘だよキョンコが教えてくれたからだよマイカ様寝てる印象が強い <laughs> ゆきりちゃんに <laughs>「寝てる印象が強いです」って言われたそれは間違いない何でもできるじゃんええほんにでも運動会やってみたいなその運動できそうな感じできるところはめちゃ燃えもや <laughs> できなそうな感じでけどありがとう牛くん燃えてくれた燃ええそれサラダなんですかピザだとまっ違うよ全然ピザじゃないよサラダだよよく見てみて超距離とかちゃんとあしてかマイカさま歩いて友人友達と友人とかに友達と喋ってるタイプ <laughs> やる気なさすぎじゃん私 みんなの想像の中のあんた余計すぎ <laughs> なあんて余計すぎって言われた同じくピザに嘘！みんなピザに見えたのあれね大きい貝殻に入ってるサラダなんだよシーフードサラダ <laughs> 池袋でバンザイジャパンみたいなと思で授業とかうわ悔しい新潟沿線の払い込みしたでえい、ー、もちゃんありがとうよかった誰もいないかと思った曲は金魚は恋って ひどい曲なんですけどそれもう笑いを取りに行ってるじゃんケロリンこんばんはこんばんはケロリンツイートありがとう「超略力超略力超略力あ超訳あそういうことよっちさんこんばんぜハゲキングお疲れありがとうきょんこおつありがとうあケロリンありがとうバラ今日もありがとう好きお疲れありがとうカイトお疲れ みおちゃんたくさんありがとうねほんと大好きもうほんと大好き <laughs> ゆっくり休んでねありがとうこちらこそああと席が良かったんでしょ席よかったねすごいあの YouTube で公開されたツイートしてた <laughs> もんちゃん親ぽみもんちゃん親ぽみ全員運動会勝手に待機しておきま <laughs> やりたい待機しててもんちゃんラブ 牛くん本当は貝殻だでしょ白いからピザキあそういうことかあれね貝殻なんですよ春久間さんゆっくり休んでねね本当にありがとうたくさん春久間さんも,さも大好き好きありがとうこちらこそだよ本当いつもありがとうね楽が来ちゃうさあたくさん書いちゃったけどさ読んでね最後まで <laughs> 金魚の魚の歌かな金魚の魚の歌 らしいケロリーお疲れ様いもちもありがとうそしたら終わりますありがとうございましたバイバーイマイクちゃんが祈ってくれたおかげでえめちゃめちゃね祈ってたよ私のおかげかな <laughs> 自分でちあの調子に乗るというありがとうみおちゃんの日日頃のね行いがいいからだねじゃあまた明日配信します あ、ンピンさんおやすみー。